立憲民主党や無所属の会など野党は先ほどいわゆる共謀罪の廃止法案を衆議院に提出しました。しかし希望の党は共同提出に加わりませんでした。立憲民主党は今年6月に施行された共謀罪法についてテロ対策の役に立たず百害あって一利なしだとして廃止法案の提出を他の野党に呼びかけていました。ただ希望の党は党内の議論が十分できていないとして共同提出に応じませんでした。希望の党の議員の多くは民進党時代に共謀罪に反対していて党内からは筋が通らないと不満の声も上がっています。